こんにちは。ということで本日の動画はこちら。うわー。こちら、ジェネバ機構です。うわー。このジェネバ機構、何をしているのかわかりますか？そうですね。私を飛ばしているんですね。何をしているのかというと、連続運動を断続運動に変換しているのです。ここに、一つのモーターがあります。このモーターは、常に回転する、連続回転運動をしていますね。これを例えば、一定の時間ごとに60度ずつ回転するような、断続回転運動に変換したいとき、冒頭に出てきたような仕組みにします。右側の歯車のようなものには、6つの溝がありますね。溝が6つなので、360÷6 で1回で60度回転します。ではやってみましょう。モーターの部分が、半月のような形をしているのは、断続回転する部分が停止時間中に動かないようにするためです。ガタガタ動いていますが、そこは許してください。そして、モーターの回転スピードを調節することで、断続回転の時間も調節することができますね。どうですか？コマ送りみたいになりましたよね。そうです。これによってコマ送りを実現できるので、映写機などに使用し、フィルムをコマ送りすることに用いられていました。しかしウィキペディアによると、使用されていたのは昔の話で、今は電気信号を用いているみたいですね。溝を4つにすると、1回の回転が90度になります。2つのジェネバ機構を同時に動かしてみました。設計が適当だったのでピンの位置がずれています。すごいですね。工夫次第でいろんなものが実現できちゃいますね。それでは短いですが、また何かちょっとしたものでも面白いものがあったら紹介します。以上、リンク機構系 YouTuber でした。